らっしゃいますからね。ボンジュー、ボンジュー、皆様ようこそいらっしゃいました。 BM にありがとうございます。おー、素晴らしいロケーション。さあ、ここが出張レストランビストロラタトゥーユの会場だ。まもなくシェフが到着される。しっかり準備をしてくれよ、見習い君たち。はい、メダムザメスユー、皆様ビストロラタトゥーユへようこそいらっしゃいました。これより皆様を味覚のフランス旅行へと誘います。どこへですかって、はい、世界一美味しいのはフランス料理です。そしてフランス一美味しい料理を味わえるのはパリ、パリで一番美味しいと言われているのが我らがシェフレミの料理です。本日は伝統的なフランス料理のスペシャルメニューで皆様をおもてなしいたします。シェフレミがはるばるフランスから持ってきた秘伝のレシピはきっとご満足いただけるはずです。それでは少々お待ちください。おい、シェフの到着はまだか。あ、どうもすいません、まだみたいです。すでにお客様が大勢お集まりだ。あ、とりあえずお客様からご注文をお受けして私が時間をつないでおこう。さあ、今日も忙しくなるぞ。それでは早速お客様からのご注文を受けたまわります。ラカンテシルブレマーラ、今回の出張レストランのためにスペシャルメニューをご用意いたしました。ようこそいらっしゃいました。ボンジュー、 あら、かわいいプチプチマドモアゼルたち。ボンジュー、ボンジュー、ありがとうね。食べてるね。ここレストランだけどね、まあ大丈夫だよ。ボンジュール皆様、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ボンジュールお客様、こちらメニューでございます。当店のご利用は初めてで、もううなずきましたね。初めてでいらっしゃいます。ありがとうございます。それでしたらブルゴーニュより直送の子牛を使った赤ワイン煮込みがおすすめです。新鮮な野菜と一緒に柔らかくなるまで煮込んだ美味しいシチューです。デリシュー、シンプルですが素晴らしい一品、お口の中でとろけますよ。さすがお目が高い。少々お待ちくださいね。ボンジュール皆様、ようこそいらっしゃいました。この中でお腹空いているという方、そうですよね。それでは皆様全員にラタトゥーユご用意させていただきます。これはシェフレミーの得意料理の一つでございます。トマトガーリックソースの上に色とりどりの野菜が層に重なって盛り付けられた美しい一皿です。それでは、あの辛口評論家のイーゴもこれは絶品だと言いますよ。そうだ、せっかくですからビシソワーズも一緒にお召し上がりいただきましょう。じゃがいもを炒めてブイヨンを加えてコトコト煮込み、旨味が十分出たところでそれを丁寧に裏ごしし、仕上げに生クリームを合わせた非常に滑らかな舌触りの上品なスープです。それから当店自慢のパンのカンパーニュもお付けしますよ。なんだか考えただけで私よだれが。やっぱりフランス料理は最高というわけで、本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。あ、シェフがいない。どうしましょう。肝心のシェフがまだこちらに到着しておりませんので、私が時間を間違えたからですかね。ということは責任問題で私はクビ。今日は精神的に面倒見たのせいですが、果たしてはありませんが、今日限りで引退、名誉あるこのジャケットを脱ぎます。私ができるところまで準備を進めます。シェフが到着したらすぐに調理できるように。私は下ごしらえ。俺は食材と食器の準備を。いや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 、君たちだけで本当に大丈夫か。シェフが早く到着してくれればいいんだが。やったよ。くださいね、シェフを探します。まさか海の方から来るわけじゃありませんよね。マイナスイオン、あ、こんなこと言ってればいいです。あ、ほら、大事な食材で何をやってるんだ君は。あ、いや、お客様には下ごしらえのデモンストレーションをご覧いただいているところでございますね。こうやって野菜をチェックしてるんですね。ここに全部ちょうだい。え、どうするの。え、あ、あ、ね、
たよね。入ってる。新鮮です。ほら、卵を投げるんじゃない。殻を私に投げるな。手が汚れたじゃない。君もすごいな。え、これどうするんだ。かき混ぜるなら、ほら、はい。初めての共同作業ですじゃないんだよ。以上でデモンストレーションは全て終了いたしません。今から高級スパイスジャンピングタイムに突入しました。このようにスパイスを刺激することによってよりスパイシーになるというわけでございますね。手拍子もできちゃう。はい、はい、いただきます。この調子なんだこの笑顔は。よし、最後の決めはめくぞ。せーの、スパイシー。あ、ローズマリーだ。仕事に戻った。私が君は分かんないのか。もう何で分かんないのよ。いやなんだ、はい、ローズマリー渡して。わ、君ローズマリーに対する執着がすごいな。違う。え、じゃあここ左手を渡して。鉄道、いや、ローズマリー。申し訳ございません。無事にローズマリーも入りました。私はカモミールでお待ちしたけど。マンジー、皆さん今日は僕のお店に来てくれてどうもありがとう。どうしよう、大変なことになってる。あ、なんか煙、煙。わっはっは、君たちはもう二度と調理台に立たせん。おお、モンジー、これは一体何の騒ぎですか。スーシェフ、シェフ、それにシェフレリー、お待ちしておりました。この見習い2名が下準備を先に始めておくと言い出しまして、ご覧のありさまです。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ。シェフレリーの憧れのシェフグストは誰にでも料理はできると言っていた。だが料理には他にも大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ。そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スーシェフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理はきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレミも手伝ってくれるよね。みんな心配いらないよ、僕も手伝うから。私たちに任せなさい。ところで注文は。はい、子牛の赤ワイン煮込みとラタトゥーユをご注文いただいております。なるほど、よし、それでは早速調理再開といこう。あなたたちしっかりついてくるのよ。はい、さあ始めよう。さあ、お客様のお客様を使っているぞ。今よく行こう。メインシェフ、皆さんはダンスを踊って調理を手伝ったり、2人にエールを送ってあげてくださいね。周りの人にぶつからないように気をつけて。私も一緒にやりますよ。頑張りましょう。さあ、まずは調理の皿で支度したいから、野菜を均等にカットしていくぞ。野菜と包丁を準備して肉をさっさりトン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 、早くトン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 、早く、今スライス、スライス、スライス、シュッシュッ、煮込み用は大きさを揃えて、ラタトゥーユ用は薄く丁寧にスライスするんだ。さっきは牛肉を柔らかくなるように叩いていくと、リズミカルにいくと、はい、優しく叩いて、
フランス料理に欠かせない美味しいパンを作りましょう。美味しいパンを作るには小麦や水、イースト菌ももちろん大切だけど、一番は愛情を持って生地をこねることが大切なの。まずはレミの食べ方を見て。よいしょよいしょ。さあ、皆さんのパンケーションを食べる練習をしてみましょう。両手を上に上げてください。いきますよ。まずは8分を描くのに、そうです、くるっと回しますよ。大きく反対も、生地を集めて伸ばす、集めて伸ばす、くるくるを生地を丸めていきましょう。わー、きれい。皆さんとてもいいよ。それでは今度はいよいよ生地を丸めてもらいましょう。さあ、準備をしていきましょう。Ah!
お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。また絶品のフランス料理が食べたくなったらいつでもシェフレミーの出張レストランをご利用ください。僕たちが腕によりをかけて一生懸命おもてなしいたします。さあ次の料理の準備だ。シェフレミースペシャルメニューは考えたら、はい、またおもてなしできるのを楽しみにしていますね。ご来店ありがとうございました。またお会いしましょう。メルシー。グストも言ってた。良い料理とは舌で味わう音楽、鼻で楽しむ色彩、それは日常にあふれてる。誰でも名シェフになれる。